希望が丘公園は、茨城県小美市が運営する運動公園。野球場、サッカー場として使用できる2面のスタジアムからなる多目的広場、さらにもう1面の野球場のほか、テニスコート、プール、弓道場、スポーツ少年広場を備える。多目的広場、野球場には、それぞれサッカーの公式戦が行える天然芝が、付設されている。 公式野球では使用できない。サッカーでの使用も原則的にはできないが、全日本少年サッカー大会の茨城県予選などでは会場として使われている。その際は外野部分の天然芝を利用して試合を行っている。公園内の多目的広場ビニコートは対角線上にバックネットが設置されていて、それぞれのスタジアムに明確な区切りはなく、 二つのスタジアムを囲む形で、スタンドが設置されている。公園内には、その他、野球場や、天然芝の少年サッカー専用施設である、スポーツ少年広場などがある。開催実績2008年には、第32回全日本少年サッカー大会の、茨城県予選が行われている。施設サッカー会場として使用される際は、主にライト側の天然芝部分を使用して行われる。 そのため、バックネット裏や三塁側スタンドからは、サッカーは見難い。また、B コートとの兼ね合いから、レフトスタンドは存在しない。野球用の特典板が設置されている。主に軟式野球に使われる。サッカーにおいても使用されることがあり、全日本少年サッカー大会の県予選などが行われているが、公式野球には使用できない。 開催実績2008年には第32回全日本少年サッカー大会の茨城県予選の会場としてメインスタジアムと共に使用された。なお、これまでに J1 の開催実績はない。施設サッカーも開催可能ではあるがライト側の天然芝を使用して行われるためライトスタンド以外からの観戦環境は良好とは言えない。また多目的広場と フィールドが共用されている関係で、レフトスタンドはない。公園内には、他に多目的広場と多目的広場ビコートの二つの野球場があるため、それらと区別するために、シーメンと呼ばれることもある。他の二つのスタジアムと同様に、このスタジアムも野球場としての使用は、軟式野球に限定されており、また、外野部分を使って、サッカーも行える。サッカーにも使用できるが、 線形の形状をした典型的な野球場。スタンドはバックネット裏のみでサッカーを観戦する際には非常にピッチが遠く見える。ありがとうございます。